メジャーリーグドジャースで前人未到の記録を更新中の大谷翔平選手のグッズショップが期間限定で鹿児島市に初登場します。ユニフォームやキャップ、さらには大谷選手が使用したボールまで、ファンにはたまらないアイテムが勢ぞろいです。アミュプラザ鹿児島では明日から始まる大谷選手のグッズショップに向けて着々と準備が進められています。そして会場には190センチを超える大谷選手の等身大パネルも設置されています。膝が曲がっているんですが、この高さ大きい、かっこいいです。鹿児島市のアミュプラザ鹿児島に明日オープンするのは、大谷翔平選手の公式グッズなどを集めた期間限定のショップです。大谷選手が試合で身につけているものと同じデザインのユニフォームや、およそ100種類のキャップなど300種類を超える商品が販売されます。まさに大谷さん尽くし。去年まで在籍していたエンゼルスや WBC 関連のグッズも取り揃えています。商品価値がメジャー級な商品も。こちらに置いてありますボール、大谷選手が実際に試合で使用したものなんですが、お値段なんと330万円です。大谷選手が二刀流で出場した時に実際に投げたボールや、世界で224体しか生産されていない特大のボブルヘッド人形など、めったにお目にかかれないグッズも販売されています。日本人最多となる59盗塁を記録した大谷選手が実際に盗塁で踏んだベースも展示され、自由に触れることができます。店内に並ぶグッズのほとんどが日本では手に入らないもの。お宝が集結しています。メジャーリーグはそんな簡単には観戦にはいけないと思うので、こういう大谷選手のグッズを身にまとって、日々のニュースや中継を見ていただくことで身近に感じていただけるかと思います。大谷選手のグッズショップは明日から今月14日までの期間限定でオープン。明日からの3日間は整理券を配布するということです。